原の証拠は、風呂草か風呂草属の多年草。日本全土の山野や道端に普通に見られる。中国植物名は、道志郎公の鳥草。近い仲間に、アメリカ風呂、老公の鳥草などがある。古来より、下痢止めや胃腸病に効能がある薬草として有名で、和苗の由来は、煎じて飲むとその効果が、すぐ現れるところから来ている。和苗原の証拠は、 実際に聞く証拠を意味し、うつつの証拠と漢字書きにされる。日本では、うつつの証拠のほか、言んぐという名でも流通している。別名として、果実の形をろうそくに見立てて、ろうそく草や種子を飛散させた後の果実の形が、みこしの屋根のように見えることから、みこし草、風呂草とみこし草を合わせて、風呂草みこし草とも呼ばれる。また、葉の形にちなんで、猫足、 梅に似た花形と茎が細く伸びる姿から、梅鶴とも呼ばれることもある。花言葉は心の強さである。日本では北海道の草地や本州から九州の山野に分布する。また国外では朝鮮半島、中国大陸などに分布する。日当たりの良いの原や、道端、山の、原の、水田のあぜなどに自生する。 弦の証拠には白い花をつける白色系と、ピンク色をつける黄色系とがあり、日本では、藤川付近を境に、東日本では、白花が多く、西日本では淡紅に、日本海側で、紅色の花が多く分布している。多年草。茎は分岐して先端は、約30から50センチメートルに立ち上がって伸びるが、株は地表を這うようにして、横に伸び広がり、形容に毛があり、 節の下部は下向きの毛が生えている。葉は長枝を持ち耐性。形状は手のひら型に、下部の葉は5心裂、上部の葉は3心裂し、幅は3から7センチメートル以。裂っは先でさらに3つに分裂し、東乱形である。葉の縁は虚子型で柔らかな葉質である。若葉の裏側には暗光色の斑点がある。幼児は茎が横に張っていないので、 有毒植物であるトリカブトなどの類似植物と見誤ることもある。夏季は夏から秋にかけて。花は目立ち、格子色、または白色に、泡紫の筋が入った花である。枝先と、葉液から細長い果軸を出した先に花を2個付け、花径は10から1 5ト、mm、ル前後、花弁は5枚で筋が走り、花弁の先が凹むものもある。学編は5つ、おしべは10ある。 花が咲き始めの頃は、中東の先が一本に見えるが、開花後しばらく経つと五列する。花が咲き終わった後にできる果実は、鳥のくちばしのように細長い形をした果てを結び、長さは15から20ミリメートルほどの線形で毛が密生する。熟すと皮が、下から5つに劣化して反り返り、反動で中から5個の種子を一つずつ弾き飛ばす。五列片は、 果ての先端だけについていて、下方は外側に巻き上がる。種子で繁殖する。弦の証拠は、毒ダミ、センブリなどとともに、日本では古くからの三大民間薬の一つに数えられ、下痢止めの薬草として知られている。江戸時代から民間薬として用いられるようになり、本草項目啓蒙にも取り上げられ、根苗共に粉末にして一味用いて、理質を直する2回あり、ゆえに、 原の証拠というとの記載が見られる。現代の日本薬局方にも原の証拠として見える。ただし、伝統的な漢方法材では用いない。有効成分は全体、特に開花時の形容に、フィロバロールタンニンを約20%、その他に、モッシュクシ酸クルセチオン、コハク酸などを含んでいる。タンニンとは、渋のことで、タンパク質などと結合して、 細胞組織を引き締める修練作用、消炎作用、止血作用があると言われる。根、ね、茎、葉、花などを干し煎じて下痢止めや胃薬とし、また茶としても引用する。飲みすぎても便秘を引き起こしたりせず、薬効が強くて優秀な成長症薬であることから、地方により医者いらず、さらには医者殺し、うつつの証拠すなわち、直ちに効くの胃から立ち待ち草。 敵面草などの異名も持つ。薬草としての栽培は種子で繁殖させ、春に種をまく。環境は日当たりの良い敵湿地が良いとされる。一般に買いかきである7から8月頃に根を除いて、刈り取り、洗って十分水気を除いて、天日で乾燥させたものが木薬になり、玄の証拠と呼んでいる。日本薬局法では茎、葉を玄の証拠、その粉末を ゲンノショウコマツという。若葉の頃は、トリカブトや、キンポウゲ類の有毒植物に似ているため注意するが、夏の開花期であれば、花で確認できる。優れた、健疫、成長作用を持ち、下痢、便秘、食あたり、慢性の胃腸疾患に効能があり、時間をかけて十分煎じることで、薬効成分が抽出される。下痢止めとしては、 原の証拠ついた治療10から 20g を約500から 600cc の水で煎じ約半量まで煮詰めたものをさらにこして温かい状態で1日3回分けて服用する方法が知られている。下痢に使用するときはなるべく量を多くした方が良いと言われ、便秘に使用するときは追加治療後から 10g と量を減らして煎じ服用するとされる。冷えた煎じ汁は成長薬となる。 扁桃炎、口内炎、喉の痛みには、煎じ汁をうがい薬として使用することが知られている。失神やかぶれには、煎じ液を冷まして、冷湿布に用いられる場合もある。慢性的な胃腸の弱い状態などではお茶代わりに、飲用する場合もある。利尿目的の場合は、1日10から 15g を 500cc の水で5から10分煎じ、3回に分けて食感に服用する。 高血圧予防には、減の症候 10g、毒ダミ 10g、少しいった血明子5グラムを煎じて常用すると効くとされる。また、減の症候 100g、ヨモギ 100g を混ぜて翌頭量として使った減の症候風呂は、冷え症、渋り腹に効くとされる。下痢、便秘に使用するのは日本独特の使い方で、中国ではこのような症状には使用されていなかった。 中国には日本の弦の証拠はないが、菊場風三蜜場風呂、一毛風呂などを老公の鳥層と称して神経痛に用いる。夏の季語である。ありがとうございます。